Recording in progress. はい、ということで、さっきのあの、都市伝説の話、一個もしてない、まあ、一個もし、まあ、ある種都市伝説の部分もあったかもしれないですけど、ある種こういう話があったかもしれないですけど、うん、あの、さっきの普通の動画でなんか違うタイトルであります。都市伝説じゃなかったと思うんで。名古屋の都市伝説。はい、はい、はいはい。そうですね。あ、まあ、ついでに、ザ・セカンドって見ました？見てない？見てないな、うん、あ、見てないですか。学天則さんが優勝したんですけど、学天則さんって言ってますけど、大体同期ぐらいらしいんですよ、学天則、うん。ちょっと中途半端な時期に入ってるんで、いまいちあれなんですけど、その、もともと NSC とかじゃないみたいなんで、後々入ったのかな、NSC。なんか、うん、入る前からやってるってことらしいんで、うん、はい。そうそうそう。そっか。今回見てないですね。なんか、うん、お笑いはちょっともう完全に、もう、チェックしてないくて、どうしても地元のお店とかチェックしてるんで。うん、おー、うん。そっち行っちゃってるんで、頭の中がね。そのチラシの仕事の関係でってことですか、うん、ポスティングの関係で。やっぱり関係あるんだよね、お店の。やっぱり新規オープンとか、例えば。どうしても、うん、まあ、知りたいってのもあるし、知っとかなきゃいけないし、みたいな。両方。趣味と仕事。こっちから営業かけることってあるんですか？うん、もうしょっちゅう営業しまくりの感じの。あ、そうなんや。うん、あのポスティングしません、しま、なんていうかな、そうそう、しますかみたいな。うん、うん、なるほど。そうそうそう。へえー、で、いろいろつながっていくと、うん、どうやらケーブルテレビ、地元の、うん、何社かあるんだけど、はい、それって各地に、はいはい、結局そこにたどり着くんだよ。ほうほうほう。うん、やっぱ僕も広告業だけど、ケーブルテレビも結局広告結構締め、うん、ね、いろいろ部門あるけど、メディアが。うん、その中のやっぱりあるから、つながりが。つながってって、どんどん。ああ、うん。結局、たどり着くのはそこに。うん。あ、なるほど。うん。ケーブルテレビっていうのが、やっぱその、うん、ちっちゃい、あのエリアでしかやらないじゃないですか。うん、そうそうそう。うん、なので、チラシにちょっと近いのかな、ひょっとしたら。うん、近い部分。まあ、つながってる。あ、うん、なるほど、そうそうそう。そういうことですか。わかりました。でね、結局、アンダーポイントが出てくるんだよ、うちの方だと。ほう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 。うん、あの辺が結局ね、出てくるから。ケーブルテレビ出てるんですね。うん。だから、うん、自分が出てた、吉本にいた意味がここで出てくるんだみたいな。ああ、な、無駄じゃないっすね。無駄じゃなかったんだ、ね、びっくりしちゃうね。はい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 。まあこれ、うん、ね、あの、うん、まあちょっと賛否両論あるでしょうけど、うん、まあ これね、まあ都市伝説とかもやってるんであれなんですけど、うんうん、芸人やってなかったらこの SNS やってなかったっすんで私。うん、で、ある種、そういう、なんていうの、今、いろいろね、まあ、芸人の傍ら、そういろいろ啓蒙活動というか、いろいろ発信活動してるじゃないですか、いろんなことを、世の中のこと。で、その、芸人やってたからやってるみたいなとこもあるんで、延長線上で。で、あの、チャンネルもさ、5つぐらい持ってて、うん、で、この前赤番になりかけたけど、うん、あの、もし、チャンネルいくつか持ってなくて、うん、あの、いろいろ動画振り分けてたんだよね、あの、うん、その、要は、ちょっと危ない動画とか、うん、いくつも持ってなかったら、多分もう、とっくに赤番になってると思うんですよ。うん、だから、それも良かったかなと思うんですよね、うん、そういう意味で言うと。無駄じゃなかった。無駄じゃなかった。あの、うん、単純に、あの、こう、もっと真面目というか、なんだろう、うん、この芸人さんじゃなくて、うん、真剣に、うん、発信しようとしてる人、うん、あの、
すぐ赤バンになるからね。うん、そりゃそうだよ。言っちゃいけないんだから。ストレートに入ってくからね、うん。当たり前だよ、そんなこと。うん。そう。うん、だから、まあ、言い換えもしてるんだけど、うん、その、チャンネルをいくつか持ってたことによって、なってないんで、うん、うん、まあ、それも良かったかなと思うし、SNS も一通りやってるんで、うん、その、発信するためのツールというか、うん、まあ、持ってるということで、うん、なかなか気持ちはあってもさ、うん、そうそう、あの、うん、要は、いろんなことを頭良くて、うん、情報も取ってて、うん、で、そういうこと気づいてる人でも、うん、だけど発信しようってとこまでいかないから、しちゃいけないんだ、発信しちゃいけないんだ、そもそも、うん。まあまあまあ、そうなんだけど、うん、まあそういう規制もかかってくるんだけど、うん、うん、まあ、まあ、世の中的に発信しちゃいけないと、まあ、まあ、まあ、なってるんだけど、うん。まあいいや、この話するとちょっと長くなるね。そう、いろいろ繋がってるんだよ、結局、それも、うん。うん。結局、そうそう。そう、繋がってくるから、そうそうそう。うん。で、そうそう。やっぱ、タックインさん、はいはいはい。ケーブルテレビでラジオ番組みたいなのやってるんだけど、なんだっけ、太田川、大田川、はいはい、あれケーブルテレビなの、あれって多分ラジオじゃないんや、あのケーブルテレビの写真には出てるから、そうやって、うん、ラジオなんかよくわかんない、でもそのラジオ風テレビみたいな、うん、でスタッフの人に、うん、ケーブルテレビのあれタックインさん知ってますかって一応確認したんで、僕、うん、知ってるかどうか、うん。知りませんって言うんだよ。タックインのこと。嘘と思って、何十年この番組やってんだと思って、このタックインは。無駄じゃねえかと思って、その番組の時間の、何年前からその番組で自分の冠番組やってたのに、スタッフが知らないんで、タックインのこと。スタッフってどの、その局の話？局の人。びっくりして。本当にそこの局、なんか買ってるだけとかじゃなくて、うん、いや、もう局全部回るもんで、回ってるもんで。もう、繋がってるもんで、もう、そういういろんな、なんか内部と若干も。ケーブルテレビでもさ、うん、多分、なんかわかんないけど、うん、どっかの制作で、うん、他の局でも流れてるとかってあるんじゃないの？あるけど、その本部に行ったから、この前。うん、もう知らないっつうもんで、と思って、タックイン知らない、やっぱりみんな知らないんだと思って、ああ、確かに、うん、まあ、わかんない。まあ、その局かどうかなんだけど、タックインはダメだと思って、もう、うん、局、うん、まあ、局員ならわかっといてほしいけど、ね、例えばね、わかんないですけど、うん、まあ、例えばミッド FM、うん、いつも聞いてますと、うん、聞いてますっていう人が、まあ、俺らお笑い芸人だからは、うん、芸人は大体抑えてるかもしれないけど、うん、誰々っていう、